滝島和則は日本の実業家、オリンピックお兄さんとして知られる。東京都渋谷区出身。渋谷区立本町東小学校を卒業後、明治大学附属中野中学校、高等学校に進学。同級生に湘南の風の若旦那、元大関の土地あずま、港区区議会議員の黒崎祐一がいる。明治大学小学部に入学し、合気道を始める。 幼い頃から社長になるのが夢で、低資本で独立できる、不動産業で生きることを大学中に決め、宅地建物取引主任者の資格を取る。大学卒業後、株式会社三沢ホームに就職、武蔵小杉支店に出向。その後、25歳で株式会社、公文堂インターナショナルを設立。社名は書店を経営していた実家を賃貸借したため、 名前を変えるといかにも潰れたみたいなので書店名の公文堂と将来世界で仕事できるようにとインターナショナルをつけた。その後30歳から先輩経営者の年を取ってから俺たちは何をつまみに酒を飲むと思う思い出だよ。俺たちが体のことを全く何も気にせず朝まで酒を飲み遊べるのは何歳までだと思うせいぜい50歳だな。 もう30歳だろ。楽しい夏はもうあと20回しかないという言葉に衝撃を受け、以後、必ず年に4回は旅をすることを決める。その結果、オリンピック観戦にはまり、オリンピックお兄さんと呼ばれるようになる。2011年より海外不動産事業を開始する。きっかけは、一緒にオリンピックやワールドカップに行く友達が結婚したり子供ができると、 なかなか現地に応援に行けなくなるので、サラリーマンや OL をしながら資産を築く方法として、マレーシア武道産を友達に勧めていったら、口コミで広がって、テレビや雑誌に出て事業になったとのこと。同年5月には、フジテレビ系列の新報道2001で密着取材を受ける。2012年よりメロンパン販売を行う新法人を設立。現在、下落合店。 長野店、小伏店、高崎店を運営している。2017年より宿泊業に参入し、ゲストハウストレースを開業する。開業の際に、松本礼児に書き下ろしの絵を譲り受け、同ゲストハウスで対談も行っている。絵は、メーテルが鉄尾のお釈でお酒を飲んでいるものと、キャプテンハーロックが、親友のトチローと、楽しそうに酒を組み交わしている2枚。テーマは、 漫画は世界を救うこれらの絵を使ったグッズは同ゲストハウスでのみ購入できる。奴隷のように働き、王様のように遊ぶがモットー。滝島は2006年の鳥のオリンピックから夏冬のオリンピックを7大会連続で現地応援している。しかも、ロンドンオリンピックからは開会式から閉会式まで現地に滞在している。ソチオリンピックでツイッターを使い始めた頃から、 フォロワーに、オリンピックお兄さんと呼ばれたのがきっかけでンゴその、愛称が定着する。オリンピック観戦のきっかけは、当時付き合っていた彼女と喧嘩をしお詫びに連れて行った、フィギュアスケートの試合で、広い会場の後ろの席まで届くエッジが氷をかく音に、これほど激しいスポーツだったのかと感動し、当時抱えていた大きな仕事が片付いたら数ヶ月後の、鳥のオリンピックに行こうと決めたところ、 片付いたので言ったら、荒川静香さんの金メダルの演技を見て感動したから、とのこと。また、オリンピック以外にも、男子サッカーワールドカップは、ドイツ大会から、ロシア大会まで4大会連続、ワールドベースボールクラシックスは、第2回大会から3大会連続、女子サッカーワールドカップは、カナダ大会から、現地応援している。応援姿は、白い道着に、 日の丸の鉢巻姿。たびたび海外メディアでも取り上げられ、ソチオリンピックフィギュアスケート女子フリーの浅田真央の演技の後に花束を手渡し、その場面の写真は USA Today のウェブ版の浅田真央特集に掲載された。平昌オリンピックでは、羽生譲るの2大会連続金メダルを特集したオリンピックチャンネルの動画に取りで登場している。ロシアワールドカップでは、 ロイター通信の記事に写真が掲載された。オリンピックおじさんとして知られる山田直俊氏とは約束しなくてもオリンピックの会場を出会って一緒に応援する中で山田のお別れ会には山田のザウの名が書かれた日の丸をもって参列した。2018年秋頃から東京オリンピックが近づくにつれてメディア露出が増えている。東京オリンピックについて 年間2万1132人、1日約58人も日本では自殺している。特に15歳から35歳までの死因が1位が自殺なのは先進7カ国で日本だけ。それは漠然とした不安が日本を覆っているから。日本で生活していれば食べるのにも済むのにもそんなには困らない。でも漠然と毎日がつまらなかったり夢を持てなかったりする。 東京オリンピックで命がけで何かを成し遂げ笑っている選手や、成し遂げられず涙する選手を見れば、きっと何かが変わる。日本を追う不安を払拭できると語っている。2019年6月20日に、東京五輪のチケット販売抽選の結果が発表された。竹島は陸上男子100メートルなど旧競技と開会式のチケットを計30枚申し込んだが、すべて落選だった。 多出演多数、ありがとうございます。